サッカー選手権大会4回戦ガンバ大阪対 FC 町田ゼルビアの試合は3対2でガンバ大阪が勝ちました。この結果、12月23日に行われます準々決勝にガンバ大阪が進出となりました。なお準々決勝は12月23日長居スタジアムにおきましてガンバ大阪とセレッソ大阪対清水エスパルスの勝者で行われます。Thank you.